ミクロパキケファロサウルスは、長板類恐竜の一枝型の属の一つである。白秋後期に、現在の中国、山東省に生息していた。大洋市の南西にある崖から発見された、部分骨格が、現在のところ唯一の標本である。二足歩行の草食動物であり、属名は、現在のところ恐竜では最長である。皮肉にも、体長は、恐竜としては、 最小クラスであり1メートル強ほどであった。この属にはタイプシマイケロパキセファラソリス本体ネンシスのみが含まれている。古生物学者、トーエミオは最初この属をドーム状の頭を持つ二足歩行の草食恐竜のグループである検討流類として分類した。しかし、2006年にサリバンがパキケファロサウルス化の再検討を行った結果、この分類に疑義が生じた。 2008年にバトラー及びジョーにより最初の標本のさらなる研究が行われたが、ミクロパキケファローサウルスと肩頭ガ流類を結びつける特徴は見つからなかった。肩頭ガ流類に属することを示す特徴の一つで、ある分厚い図外天井は調査した化石では見つからず、この特徴をもって最初の分類を支持することも論破することもできなかった。そのためバトラーよびジョーは、 不定な核客類と分類した。2011年にバトラーラによる分岐学的解析が行われ、ミクロパキケファロサウルスはツノリュウ類の規定的なメンバーであることが示された。ありがとうございます。